今日、どうもってことですね。本日はですね、まあ今ね、画面見てくださってる方だったらわかると思うんですけど、8人実況者集まって、プライベートマッチをやるということでね、ここにまさか僕が呼ばれたというね、もう本当に、柿ピーの中のピーナッツみたいになってるけど、俺。まあね、ピーナッツはね、半分に割れると思うのでね、美味しいので頑張っていきたいと思います。ってか!さあさあやっていきましょう!今日ね、みんなこの8人集まることはもちろん初めてなのでね、まあ、相手の動向を探りつつ倒していくんですけど、相手4人デュアルスイーパーカス、マジかよ、俺ローラーなんだけど、射程勝てないや、ほんとにもう。まあまあまあ、でもね、まあ僕らのレベルだったらね、芋って、今でそうすればいいんで、まあね、いつも、オラッポー、まあ、やべ、オラッポー、お前に貸せ、おい、フランスパーうわーい、オッケー。お前、おい、あい、すみませんでした。やばい、嘘、ごめんなさい。逃げて。オッケー。じゃあ、ここに、イモリです。でね、さっき倒したね、パンミンさんが来たと思ってたぜ、なんか言ってんだろうな、今。うわ、イモってるよ、みたいな。ってことですね。まあ。いつもとね、同じ実況してちゃね、まあ、つまらないと思うんですよ。こういうコラボの時はね、やっぱりね、まあ、コラボ者さんの話をしなきゃ、コラボしてる意味がないと思うんで、じゃあね、コラボ者さんの話をしていきましょう。まあ、今ね、一番最初に倒したパンミミさん。まあ、パンミミさんはなんか、全然遊んだことないのにすげえいじりたくなっちゃう。なぜかわからない。めっちゃいじりたい。やばい。あいつ誰だ、もう全員デュアルだから誰か誰だかわかんないって。おいしょ。これ高台に入れれば、オッケー、ナイス、こいつ許さねえよ。おい、俺のことずっと見やがった。おい、ナイスー。で、じゃあもう他の実況者さん、次はですね、ナナトさんはね、まあ実は一回コラボしたことはあったんですけど、まあね、あんまりね、進行深めてなかったんで、今回でね、しっかり進行深めれてね、強いよね。YouTube 実況者では、まあすごい強い、もう、3本の指に入るぐらい強いんでね、いつも参考にしているんですけれども、まあね、僕レベルだったらこれいいんだろ。おい、スーパーアタックして逃げます。すいませんでした。ナイス。あとどこ行った、この辺にいたやつは。おら、あ、届かない。やっぱね、ガチマッチと全然違う。お、ちはやさん倒した。じゃ次はちはやさんはですね、ちはやさんはね、本当に今日初絡みで、なんかあんまり、やばい。ほら、あ、ちょっと、頑張って、お願い、誰か、皆様ね、すごい大人びたイメージがあって、まあね、まあ、きっと僕のね、ボケとかもね、もう優しく拾ってくれそうなイメージですよね。いやー、まあ、スプラ界をね、盛り上げてくれてる一人です。で、次繁盛、まあ、繁盛主催のね、これプラベなんで、まあね、繁盛はね、もうね、別になんか、仲いいっていうよりは、もうなんか一緒になんかもうバスケとか行く、おい、プレーバスケとか行く仲なんで、もう、ラーメンもね、まじ、おい、ほら、ラーメンも交えた仲なんで、やばい、嘘、うわー、マジかよー、今の。でね、次、マスオ TV でーす。マスオさんはですね、まあ、マスオさんはもう自分から絡みに行くことなんてもう、100% なかったんで、こういう機会じゃないと絡むことがなかったんで、マスオさんはね、結構、オッケー、マスオさんよりー、マスオ TV でーす。オッケー、二人だった、頑張れみんな、誰か、頑張って、おい、なったで、マスオさんもね、この機会でね、絡めて嬉しいんですけども、うわー、今の誰、いや、違うさ、今のうますぎるってありえへんって、今普通できひんやん、今、できひんやん、ピーバスのね、屋上で使って、下に降りてるやつを狩るって、やばすぎでしょ。で、もう一人、ゆうたけさん。ゆうたけさんはね、イカ逃走中絶対見てます。いやー、イカ逃走中いいっすよ、おーイカ逃走中いいっすよね。だってイカが逃走中してるんですよ。もうタコ逃走中もね、いつかなんか出てきそうなけど、お、カウントリーナイス。え、これ勝てるんじゃないの、これ1分。いや、これ、あるよ、全然ある。さて、ほら、一回塗って、これ上いない、上いないね。デュエル射程長いからな、怖いんだよな。で、もう一人ですね、ダイダラさんはね、ほんとに、マジで絡みなくて、まあ、動画もね、ちらほら見てたんですけれども、まあ、ダイナモ使いっていうイメージが強いですよね。ダイナモ。で、なんかイカ逃走中でも絶対ダイナモ使ってて、いや、ダイナモちょっと逃げんの難しそうだけどな、多分ダイナモ愛が強いんだろうな、と思いつつ、見ていました。はい。いや、これ、ちょっとやばいんじゃないか。嘘。右いるよ。やばいよ。やばいよ。助けて。お母さん、ナイスー。いや、メジです。
オッケーオッケー。さ、さて、どこだどこだ、危ない。まあね、こんな感じでね。ほら、おお、おプレイ調査リー。お、来い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 、バレてるか。おら、あ、バレたバレた、バレた。今にです。オッケー、やばい。ちょっと、頑張れ、みんな。お、やめて、やめて、やめて。どこだどこどこ。隠れちゃ無駄だぞ、俺は分かって。おー、そのボムエロい。そのボムエロすぎ。やばい、やばい、おー、ちょ、みんなエロい、エロい、エロい。エロすぎてー。オッケーオッケー。逃げよう、一回逃げよう、一回逃げよう。やばいやばいやばい。嫌らすぎた、あのボムは。誰だ、あのボム投げたやつ。わかんないからさ、オッケー、こいつだけ最後やって。あ、すいませんでした。まあまあまあ、いけるでしょ、これ。いけるでしょ。オッケー、頑張れ、頑張れ、頑張れ。ナイスー。よーし、一戦目はまず勝ち。よーし。いや、ほんとね、このメンバーは、まあ、皆さんが本当にすごいメンバーだから、まあ、こうやってね、なんかね、勝てることもね、ほんと素晴らしい焼肉のタレだよね。さあさあ2戦目やっていきましょう。まあね、さっきも言ったと思うんですけど、いつもとね、同じ実況じゃね、マジでつまないと思うんで、まあね、僕らしいことをしようかなと思った時に、さっき考えたんですよ。これ、ウームの人多くないって。多分、ウームの人が集まって、最後に、なんか頭ごなし、おかしいやつ誘うぜ、みたいな感じで、僕が誘われたと思うんですよ、勝手に。でですね、まあね、こうなったらね、僕がやることは一つ。俺はウームじゃないんで、ウームってボコボコにしてやっかんだよ、俺って感じっすよね。まあ、皆さんも思うと思うんですよ。アッキーって実際強いのみたいな。ネタ実況者だから本当に弱いんじゃないのみたいな。まあ、そういうイメージをね、思われてられ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 がちだと思うんですけど、まあ、俺がね、ここでウームすよね。まあ、ボコボコにすることによって、まあ、俺のね、株もね、上昇気流に乗って赤体低気圧が、上昇すると思うんで。オッケー、そこいるな。オッケー、やばい、やばい。その、オーナーアイズハイプレイ、ハイプレイぞ。やばい、やばい、やばい、ハイプレイいっぱいすんじゃん。おらおらおら。まず、この人やる。おっと、スーパーチャクチからのクイボ。オッケー、ユータクさんやり。オッケー、反対かやり。反対以下やり。反対以下を唯一やった男。やばい、オッケー、相打ち。しゃー、上位勢と相打ちになった男だぞ、俺は。見たか、スプラシューターで、相打ち。もう、相打ちになってこんなドヤってんの多分俺ぐらい。みんな多分やられても、あ、やられた。やっぱみんな上手いな。めっちゃ、相手を褒めることもね、やっぱコラボなの大切だと思うんですよ。まあね、1試合目でしっかりね、すべてを褒めてきたんで、まあね、2試合目はね、ほんとにいかつくいこうと思ってんで、僕。ゴリゴリの指輪みたいな。もうゴリゴリの指輪みたいな。それいるな。オッケー、ゆうたけさん。反対かやりー。オッケー、唯一反対かをやった男になってるからね、今。さてやっていきましょう。さてさて。皆さんね。これはですね。まあまあ、二落ちしている。あ、でも一枚敵が落ちている。こっからですよ、こっから。さて、じゃあそろそろ本気出しますか、本気スイッチ入れますか。さてさて、真ん中まず塗っといて。この辺いる感じで。あ、これ左上来そうですね。この辺来んだろ、いるな、いるな。パチ当たったな。スペシャル溜まったから突っ込んでもいいけど、ダイナモンの人が気づいているかわからないけど、あーぽー、どこ行った今の。どこ行った、この辺いるよね。オッケーオッケー、あー逃がしちゃった。え、なんで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 、スペシャル島向かよー。くっそー、あんだけ大口叩いといてボコボコにされたよ。ほんとに。ほんとに。まあ皆さんね、僕こういうキャラなんでね、ネタなんで叩かないでね。ああ、まあ次頑張りましょう、じゃあ。さあさあ、3試合目。今度はね、僕はですね、チャージャーを持ってきました。まあおそらく相手もチャージャー一人、ゆうたくさんかなんかが持ってきてくれると思うんですけれども、チャージ対決になる。はぁ、マジかよ。チャージャー4人持ってきて、俺1人倒したとしても絶対やれんし、相手チャージャーうまいし、嘘だろ。くるりんぱ、無理だ、やばいやばい、嘘嘘、オッケー、ほら、あー、やべ、やれない、ほら、なー、ナナトさんと相打ちか。いや、これ無理や、これ大丈夫かな。でもチャーヨンってこれモンガレ結構強いぞ。なんで強いかっていうと、まずハイパープレッサーが死ぬほど強い。ハイパープレッサーが死ぬほど強い。で、モンガラってチャージャー全然強いんで、ぶっちゃけモンガラだったらチャー4でも全然強いステージだよね。これまずいな。しかも俺がそれでチャージャー持ってきちゃってってるって、うまい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 。やばい、ハイドロポンプやばい。しかも青色だからマジハイドロポンプ。これ左、あ、左っていうかこっちを塗っといて、ここだけ攻めてやりたいな、これ。ほこ。オッケー。ほこ。逃がさないぞ、ほこ。ほか、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 オッケーやったけど、やばい、やばい、あれ、あ、インクなかったから歩けなかった。最悪歩けないと潜れなかった。強いんだよ、ハイプレが。モンガラはハイプレセッサーが、ハイプレセッサーってなんだ、ハイパープレッサーが本当に刺さるから。そう、ダイナさんいいぞ、その、ナイスダイナモア、そのダイナモア寄せない感じめっちゃいいと思う。俺はスプラワンで、オッケー、いや、え、あいつか。
何ですか。俺はスプラ1でどんだけノバを使っていたことか。ただスプラ2になってからノバを捨てた男だ。その愛は本当に儚い。本当に、まあ、僕はですね、まあね、最近チャージャーいっぱい持ってるんで、まあ、すでにね、もうね、強い人たちとね、YouTube のね、YouTube 勢のね、強い人たち、強いを売りにしている人たちとね、もう相打ちになっているんで、チャージャー。これね、僕も強い勢に入れてもみんないいんじゃないでしょうか、ほんとに。アッキー弱いからチャンネル登録しない人、今だったら間に合うぞ。やばい、やばい、これ逆に前に進む。あ、やばい、それはまずい。あ、相手どうせ、あ、おぉ、ハイパープレッサー、やばすぎだろ。やばすぎだろ、今のハイパープレッサー。ハイドルポンプだよ、ほんとに。ワニの子かよ、ほんとに。最近ポケモン GO やってるんでね、僕。ちょっとポケモンネタいっぱい言っちゃうと思うんですけれども。やばい。ほら、やばい、やばい、アップね。ナイス、俺のボム。まあね、ボムこれもね、やばい、これやばい。これ使って逆に、あえて、ハイプレイ、なんでうますぎない？やばいぞ、これ。ナイス！いや、ハイパープレスは単純に下手だったな、今。そ、ナイス、ナイス。これはやっぱ右から守り抜くしかないな。もうここに矛あんの嫌なんだよな、ずっと。一回割ってもな、あんまいいことないんだよな。なくなるのを待つのが一番なんだけど。うん、やっぱね、チャージャーね、一本道のとこ塗ってるとね、すぐハイパープレッサー溜まるからさ、それがちょっとネックだから。これ、ナイス、ダイダーさん、その、めっちゃいい、ダイダーさん、ナイス、そのチャージャー4人に対して、ナイス、俺のポムちゃん。いや、ダイヤさん、そのなんか男だ、男だ、ほんとに。あ、チャイヤさんもすごい、シュン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 してる。みんな男で、俺なんてこっから一切出てないのに。一切出てないのに。やりたい。なんで俺はいつもハイパープレッサー対決負けるんだ。くそー、難しいな、ハイパープレッサー。やば、あー、リードされた。やばー、マジか。それ止める止める。ボムで、俺のボム、ナイス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 。そこにまだいる？まだいる？まあ、とりあえず持っていきますか。よいしょ。さて、これを持っていくのがね、僕の今仕事になったんで。まあね、ガチホコ選手権大会第1位のね、僕だったら、とか言いつつ下に落としちゃった。まあね、余裕でね、運べると思うんで、ハイパープレッサーさえ来なきゃ。やべ、おおう、しっかりね、フラグを回収していくところもね、まあ見せるプレイですよね、今な。もう言い訳ばっか、俺。ちょっと待って、ちょっとガチで頑張ろう、ガチで頑張ろう。マジ何もしてない、俺。やべば叩かれる、ほんのに。さて、おら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 。まあ、みんな結構本当にね、スプラを愛している人たちなんで、このね、スプラを愛している人たち、やばい、やばい、やばい、これ一回引きたいけど、もうここまで来ちゃったら絶対無理なんだよね。やばい、無理だー、無理だー、張り付いて張り付いて、どうにかボムだけで倒していくしかないけど、やばい、やばい、これは無理だ。ハイパープレッサー、どっか後ろいたー、パシュパシュー、パシュパシュー、ナイス、うっ、うん、オーケー、ナイスやー。さあさて、どうするか、これ。残り39秒。マジでやべえ、なんもやってねえ、ほんとに。マジでやべえ、マジでやべえ、ほんとに。まあまあ、黄色のインクって言ったらね、もうお猿のジョージなんでね。俺はこっからね、お猿ジョージもね、最後から。オッケー、俺ついてこい、俺ついてこい。いるんだよな、そこに。ボムでなんとか一回引かせた。一回引かせたけど、そっからここどこ行った？あそこか。無理だね。オッケー。あ、どんまいどんまいどんまい。ほら。あ、ボムで、あ、パシパシで来たー、くっそー。パシパシ、パン耳さん、ナイス、パン耳さん、パンの耳、やばい、これもう、やばくね、やばくね、これやばくね、嘘でしょ、嘘でしょ、お母さん、あれ、くそー。チャヨンに負けた時のこの、儚い恋みたいな気持ち、くそ。本当に喋ってただけだわ、俺。すいません。さあさあ、天美術大学。まあ、天美術大学って言ったらね、もう、天さん専門学校みたいな感じだよね、これ。なんていうかわかんない。お、こっちバラバラ。お、相手もバラバラ。初めてちゃんとした戦いになりそうですね。僕はですね、プライムシューター持ってきましたね。今回のコンセプトはね、もうね、敵は倒しません。やっぱね、倒せないですよ、実況者さんのこと。やっぱ僕、愛が深いんで、皆さんをね、リスペクトしてるんで、まあね、そんなことできないんで、今回はアサリを入れて勝つ。まあ、倒さないで、しっかりアメフラシとポイント、センサーで嫌がらせしつつ、まあね、これ4発しないと倒せないんで、大体ね、もうこの上手い人たちだったらね、3発当てたらもう逃げるんで、もう倒せないんですよね。だから僕のコンセプトは今回倒しません。はい、キルなんて気にしません。前にも詰めません。とりあえず雨降らしで道作ったりして、で僕はね、ずっとアサリをね、運ぶんで、もうね、本当にコンセプトとしてはね、はい、もうやっぱね、あ、もうね、倒せないんですよ。本当にチワワなんですよ、この実況さんって。皆さん、もうチワワなんで、もう倒せない。そんなもう可愛い瞳で見てくるんですよ、倒そうって時。とりあえずダイダーさんあげる。オッケーオッケー、ダイダーさんにあげた。
タイラさん今頃、お、アッキーさんくれたありがとう、大好き、シクシクシクピシクピーとか言ってると思うんで、まあね、これで僕の株も上昇していくと。オッケーオッケー、これで、しかも敵を倒さなければ僕の株上昇と。はい、タイラさんがいなくなった。やばい、やばい。とりあえずじゃあこれタイラさんの受け継ぐわ。まあね、もういく、いけ、入れられるんじゃない？入れられる！オッケーオッケーオッケー、入れた入れた、あ、入れてない入れてない、あれ、あれやばいやばい、タイラさん僕入れたよ、入れたよ、ちゃんと入れたよ。これは、しっかり、もうね、あ、入れた、ナイスナイスって多分みんな俺のことを褒めちぎっているでしょう、絶対ね。絶対褒めちぎってると思うんで。さっさて、ここに、イマリです。オッケー、届かないか、これバレたかな、バレたか、やばい、一回逃げましょう。やばいやばい、オッケー、これ4つだけ奪って逃げる。オッケーオッケーオッケー。本当にね、今回のコンセプトはね、まあ、倒すけど、もちろんね、さすがにそれ倒さないのはやばいよって時は倒すよ、もちろん。だけど、基本的にね、まあ、そういうね、プレイスタイルもいいんじゃないでしょうか。溜まった、オッケー。さてさて、で、溜まったら、これ誰かに渡したい。あーじゃあ、何やら、レンコン。ゆうたけさんか。竹じゃん、しかも。うんま、今の。さてさてさて。こっからだよ、こっから。やばい、これ絶対入れられるやつでしょ。しかも、バブルで攻めてくるのがやっぱうまいよね。もうガチマッチじゃね、あんまこういうね、ないから。ん、誰が入れてんだ？いなくなったかな？くそー。やばいぞ、これ。とりあえずね、俺が貯めるしかない。言ってないか。オッケー、これで、あと1個でもう大丈夫になるけれども。まあ、雨降らしあるから、雨降らしと共に行きたいけど。ダイダーさん、俺に1個ください！ダイダーさん、さっきの俺が愛を持って、ありがとう、ダイダーさん！今度は俺が持ってっからね！ダイダーさん、俺が持ってっから、やばい、そう、ごめんなさい、ダイダーさん。さて、見とけ！雨降らし！あ、でもそこに傘いるってなるとな。オッケー。や、やばい、やばい、あっ、あはは！あ、今のチャンスでやられたのか！さすが、賢い！いやね、傘に倒されたと見せかけて俺が倒してるよってね。これまで多分チャンスの全部、もうね、頭脳的なプレイだと思うんですよ。やっぱ格が違いますよ、ほんと実況さんっていうのは。さあさあさて。お、4つある。それ持とう、まず。まあ、渡せるね、別に10個じゃなくてもね、常に渡せる状況をね、持っとくのはいいことなんで。オッケー。お、これ入れられるんじゃない？俺も、あ、ナイス入れ、ナイス入れ。さて、じゃあ俺もアサリ入れてきたけど、まず1枚あり。これ、あの、マスオさん、マツでーす！あー、おまあ、まあまあまあ。今のマスオさん倒さなきゃ入れなかったんで、やっぱ千早さん遠くから狙ってるならバレるでー。ほんとに。バレル大学みたいなとこ卒業してそうだもんね。さてさてさて。頑張ると頑張るぞ。もう、ナナトさんがすごいキル取ってくれてるのに関して、俺キル取らないでプレイでーすとか言って、まだ1キルしかしてないの。ほんとにこれね、やばいですね。ほんとに。ちょっと頑張りますか、これから。大丈夫。オッケー。あ、やばい。さすがにちょっとそろそろね、キルも取っていかないとね、キレられそうなんで。あ、ちょっと、サポートキル入れやす。あ、バレルスピナーリめっちゃやられる。くっそー。くっそー。いや、でも大丈夫大丈夫。諦めなければね、最後に夢は叶うんで。勝てる勝てる勝てる。大丈夫大丈夫。これからだよ、これから。俺ちゃんとアサリ入れるから、ほんとに。ちゃんとアサリ入れるから。さてさて、アサリまず4つあったね。オッケー。で、そこに8個ある。ってなると、あと2個が必要になる。けれども、ちょっと入り状況があれだから、一回これで雨降らしが溜まるけど、溜まるけど、あれやってあげたい。あれ。やばいやばいやばい、オッケーオッケー、やばい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 、オッケーオッケー、やばいやばい、オッケー、やばいやばいやばい、もうなんかいろいろやばい、あー待って、マジでやばい、残り39秒、これやばい、これ勝てなかったらマジで先輩、ほんとにやばい、マジでやばい、ちょっと待って待って、マジでやばい、マジでやばい、大丈夫大丈夫大丈夫、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい、どこどこ、あとどこ、上がらせない上がらせない、マジでやばい、いや俺マジで本気出した、ちょっともうネタ実況とかどうでもいい、まず1キル OK ナイスで、ちょっとあとどこにいるかちょっと把握しつつ、ちょマジでやばいから、これ本当にそろそろね、本当に俺キレられるんでね、これはとりあえず、やっぱいけないよな、どうしようかな、これ雨降らし的にちんやっとけばとりあえずね行きやすいんじゃないかな。 OKOK ナイスナイス、俺もアサリちゃんと持っとくから、そういつでも入れられる状況は作っときます。作っときます。作っときます。さあさて、残り延長延長延長。待って待って待って。やばい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 。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫大丈夫。夢は叶う。夢は叶う。とりあえず俺いっぱい貯めた。オッケー、9個9個9個1個。あ、そう落ちないです。そう落ちないです。いけるいける。オッケーオッケー。10個俺もでかいの持ってくる。お、ナイスナイス。あー、ナイスすぎるよ、これ。いやー、しっかり最後の試合、勝ち越せて、僕も嬉しいございます。なあ、繁盛さんとナナさん、ナイスだよ、これ。はい、ということでですね、本日ご視聴ありがとうございました。皆さんね、まだまだいっぱい動画でね、出すと思うんで、チャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。よかったらね、チャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。じゃあ、バイ！お前の母ちゃんファンキー、お前の顔マッキー、このペンはマッキー、みんな大好きアッキー、ドゥルルルッドゥ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 、チャンネル登録してくれたら、
嬉しい。